文章が完成しましたので、はい、ありがとうございます。この度は約1年間このプロジェクトにご協力いただきありがとうございました。すごい、なんかトーンが違う、自然でも自然ね。進行性の難病を患う熊本市の大学生山本環奈さん、いずれは気管を切開する手術が必要と言われていて、その場合声を失う恐れがあります。去年3月、そんな環奈さんの声を AI を使って残そうと東京の IT 企業サイバーエージェントが立ち上がり、言葉を残すプロジェクトがスタート。この時はおよそ3時間をかけ声を収録し、環奈さんは終始笑顔を見せました。そして先週、はい、あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。環奈さんのためだけに作られたアプリが完成。東京とリモートでつなぎ使い方を教えてもらいます。このアプリは入力した文章を AI で生成された環奈さんの声が読み上げるというもの。押してみます。私の名前は山本環奈です。大学4年生になりました。あ、すごい自然じゃないですか、うん、制作に携わった担当者も環奈さんの反応に手応えを感じたようです。環奈さんがこれからちょっと体調面で声を出すのが苦しい時とかに、その素敵な声を届ける一助になっていければいいなというふうに思います。いつか声を失うかもしれない、そんな不安を抱えながらも環奈さんは前を向きます。今後何があるかよくわからないけど、だからこのアプリがあるということで、なんかもっと明るくいろいろ物事を考えていきたいなと思います。ありがとうございます。環奈さんは今後福祉の現場でこうした AI 技術がさらに広がることを期待しています。